岡山 DJ スクールの DJ 大です。今日はトランスフォーマースクラッチをレクチャーします。では実際トランスフォーマースクラッチ、どういうものかっていうのを実際やってみるんで見てみてください。今やったトランスフォーマースクラッチなんですけれども、分かりやすく説明すると、このレコード出して弾いて出して弾いてするときに、この横フェーダーをこう左右に動かす。でそれをタイミングよくやった技っていうのがトランスフォーマースクラッチと言います。まあ、あくまでまあこれすごい分かりやすく言った感じなんですけれども、実際さっきやったそのトランスフォーマースクラッチっていうのをもうちょっとゆっくり分かりやすくやってみようと思います。では最初、ここの音を使って、トランスフォーマースクラッチします。では最初、出す時に最初一番もう音が出ない状態にスタンバイしておきます。で出すときに1、1、1っていうのは、出して切る。でそれを2回繰り返します。1、2でこれ1回出す。1、2、1、2、1、2で次に3で戻します。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3でこれ注意する点が、まずはまあこの頭出しですね。これ何にでも頭出しっていうのは必要なんで、これはもうどんな時でも気をつけてください。で出す、引く時またちゃんと頭出し気をつけましょう。1、2、3、1、2、3でちょっと速くしてみます。でこれ手離してもいいし、こうずっとつけたまんま、まあこれどっちでもいいっちゃいいけど、まあ手つけた方がこういう感じで強弱とかもつけれるんで、まあそれはちょっと人それぞれ、強弱、まあだいぶ慣れてきたら強弱つけたいなっていう時はこういう感じでやってみてもいいし、まあ手離してもいいし、まあそれはちょっと人それぞれっていう感じなんですけど、まずはもうそのこういう感じで、僕の場合だったら、いろいろスクラッチっていうのは、ピアノとかギターみたいに最近だったら楽譜っていうのもまああるんですけれども、僕の場合はもう声に出して、これだったらカーカーキ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 、こういう感じで、まあ、声に出してやったら結構覚えやすいのかなとは思います。ではトランスフォーマースクラッチの応用としてバリエーションを組み合わせていきましょう。まず1、先ほどもやったんですけど、ゆっくりやったらカーカーキカーカーキカーカーキで、その2カーカーキカーカーキ、さっきのとそんなに変わらないんですけど、まあ、1が ここ最初がこういう感じですね。3がカーキカーキカーキで、組み合わせたら、冒頭でもやった
ような技が可能になります。では最初1、2、3で組み合わせます。ゆっくりやったらカーカーキカーカーキカーキで、あと2番2番やります。322ですね、今。カキカカキカカキカキカカキカカキ。2番2番がで、1、2、3、2、2組み合わせます。最初1カカキ、2番カカキ、3番カキ、2番2番で、スムーズにやってみます。1番1、2、3、2、2ですね。もう一回やります。で、ちょっと滑らかにやってみます。あ、すいません。で、これを1、2、3、2、2を2回繰り返します。あ、すいません。あ、ちょっと声出しやりますね。カカキカカキカキカ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 カキ、こういう感じになります。結構まあ最初は絶対難しいし、このトランスフォーマースクラッチっていうのはまあその基礎わからない人だったらこういう感じで、なんか旗から見たらすごいスクラッチやってるなっていう感じに見えるかもしれないんですけど、基礎がなかったら本当雑音にしか感じれないですね、やっぱ。だからそういうトランスフォーマースクラッチ、まあ僕はやったみたいにその 1、2、3、2、2 とかそういう感じで組み合わせて、そのリズミカルにカーカーキカカキカ、あ、すいません、カーカーキカカキカキカ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 カキ、こう一つ一つのその動作っていうのを丁寧にしてやるっていうことが非常にまあトランスフォーマースクラッチだけに限らず、そのスクラッチやるにおいて非常に守らないといけないとは思います。まあ、雑音だったらもう旗から見たらもう本当ノイズでしか感じれないという人もいると思うんです。僕も結構そういうスクラッチ好きなんですけど、もう雑にやってるスクラッチ見てたら、まあ逆にまあそれが味としてまあ思える時もあるんですけど、まあ普通に聞いたらもう雑音、まあ聞いてて目障りだなって思う時あるんですよ。まあなのでもうリズムに乗りながら、はい、こういう感じで一つ一つの動作っていうのを心がけて練習しましょう。あとはまあそうゆっくり、はいはい、こういう感じでゆっくり、まずは最初ゆっくりすれば絶対早くできるようになるし、まあ早ければすごいっていうもんじゃスクラッチないんで、丁寧に練習していきましょう。では今回はトランスフォーマースクラッチをレクチャーしました。ありがとうございました。